それでは、エンバカデロテクノロジーズの新井の方から、ラットスタジオ XE3 による Windows 8開発と題しまして、1時間ほどお話をさせていただきたいと思います。で、まずお話をさせていただく前に、ちょっと質問が皆様にあります。Windows 8ですけれども、皆さんお持ちの方というのはどれぐらい、Windows 8が入った OS を持ってると、使ってるという方はどれぐらいいらっしゃいますか ?3分の1、半分弱ってところでしょうかね。はい。じゃあ、タッチデバイスを持ってるという方はどれぐらいいらっしゃいますか半分の1ぐらい。どんなところでしょうかね。では、タッチデバイス向けにアプリケーションを書いてるという方はどれぐらいいらっしゃいますかお一人、二人。まあ、そんなところかな。はい、だと思います。はい。で、マイクロソフトさんの方で、10月26日に、Windows 8を、リリースしたわけですけれども、現在約6週経ったところかと思います。で、もちろん新しい OS が出て、6週間で、皆様の環境であったり、それから皆様のお客様の環境がすべて Windows 8に置き換わるということは、まあ、6週間でそんなことが起きるということはないかと思います。で、これから数年間にわたって既存の XP だったり、それから Vista だったり、Windows 7の環境が数年のスパンにわたって Windows 8に置き換わってくるというのが今後発生してくる状況かと思います。で、もう一つ、この Windows 8で一つ Microsoft さんが非常にプッシュしているのは、タッチ向けの環境をプッシュしていると。というのはもう皆さんご承知の通りかと思います。すでにまあ家電の量販店等に行きますと、半分以上の Windows 8対応と書いてある PC は、タッチ対応であろうと、考えています。で、まあもちろんまだ6週間、発売されてから6週間しか経ってませんので、市場の中で、タッチ対応の PC がお手元にあるというケースはまだ多分数パーセント。皆さん、ここにいらっしゃる皆さんは非常にテクニカルな方ですから、もちろん市場よりたくさんデバイスがあるわけですけれども、実際にすべて持っている PC を数えていくと、多分まだ数パーセントのデバイスがタッチ対応というのが現実的なところだと思います。で、これがまた、今現在は数パーセントであるけれども、徐々に毎年毎年、そのタッチ対応のデバイスの数が増えていって、数年後にはまあ 50% になり、またもう少し経つともっと多くなるというのが、実際のところだと思います。何を意味するかというと、今まで、タッチ対応の、デバイスを持っていた方、非常に少なかったわけですね。例えば、セットボトップボックスを、使って、例えば自動券売機みたいな、特別なアプリケーションを開発するために、特別なハードウェアとセットで納品してもらって、このデバイスはタッチですよと。だから私はタッチ向けのアプリケーションを開発します。こういった方は、多くいらっしゃったかもしれません。あるいは、例えば、お絵かきソフトを使いたいがために、タッチデバイスを買って、専用のお絵かきソフトを用意して、で、タッチアプリケーションを使うと。そういったケースはあったかもしれません。逆に言うと皆様からすると、お客様がタッチ、俺タッチのデバイス持ってるんだけども、これ何とかしてほしいって言った時に、サポート対象外って言えたわけですよね。ただ今後、この今日、6週間前に Windows 8が発売されて、だんだん毎週毎週、毎月毎月、このタッチのデバイスの数が増えてくる。そうすると、まあ、ある特定のタイミングで皆様のお客様だったり、上司であったり、そういった方が、俺タッチ向けのデバイス買ったんだけど、お前のアプリ一体どうなってんだという状況が発生してくるかと思います。で、本日のセッションですけれども、まだ先ほど言ったように、タッチ向けのアプリケーションが、タッチ向けのデバイスが実際にある数というのはまだ数パーセントですので、じゃあ自分のアプリケーションどうタッチに対応するのか、どういうコーディングをしたらいいのかと。具体的にどのプロパティ、どのメソッドを呼んだらいいのかといった、そういった細かいお話というよりは、そもそも皆さんのアプリケーションをタッチ向けに、これから対応していかなければいけない。しかも、毎年毎年タッチのデバイスの数が増えてくるという、この微妙な移行期間に、どういうふうに対応していったらいいのかという、どちらかというと、皆さんにどういった問題点があるのか。タッチに対応していくと、非常にまあ簡単な言い方ですけれども、タッチに対応していくということを考えたときに、これから先どういったことを考えておくべきなのかということを、ちょっと議論してみたいというふうに考えています。
さて、この Windows 8ですけれども、非常に分かりにくい問題が、1個あります。皆さん画面を見ていただくと、これマイクロソフトさんのウェブサイトから、1週間か2週間ほど前にキャプチャーした画像ですけれども、まず Windows 8を起動すると、このスタートメニューというのを、ライブタイルと呼ばれていますけれども、スタートメニューが表示されています。で、まあ、このスタートメニューと、このスタートスクリーン、どっちが使いやすいのか、まあ、いろいろな議論がありますけれども、非常にまあ、まず見た目が違う。今までのアプリケーションの、今までの Windows で搭載されていた、Windows 95からずっとあったスタートメニューがなくなってしまって、スタートスクリーンに移ってしまった。それから、デスクトップと呼ばれていますけれども、従来の Windows 向けのアプリケーションの環境と、それからメトロと、発売直前まで言われていたメトロという環境、二つの環境が混在しています。マイクロソフトさんの方で、リリース直前にメトロと呼ばれていたアプリケーションのこの画面のスタイル、この名前を Windows Store スタイルと、Windows Store アプリケーションというふうに、まあ、突然名前を変えたわけですけれども、名前が開発の途中、それからリリース直前に何度か変わってしまったことによって、メディアでも、あるいはマイクロソフトのドキュメンテーションを見ても、ところによってまだメトロって書いてあるわけですね。で、しかも、アプリケーションの、プラットフォームは全く異なる。実質二つの OS が一つのマシンに入っているという、非常にややこしい状況が発生しています。一つ前のセッションでお話しした iOS の場合、例えば iOS 向けのアプリケーションを皆さんが開発するのであれば、ターゲットは明確に iOS なわけですね。ただ、Windows 8の場合には、Windows 8、このメトロチックな、メトロスタイルのアプリケーション、この Windows Store アプリケーションと従来のデスクトップアプリケーションという、全く二つの、アーキテクチャが併存している OS であると。というのが一つ問題をややこしくしていることかと思います。簡単に、非常にいい、ざっくりと、この二つのオペレーションシステムを、分けてみたのがこの図になります。まず、ベースとなる、CPU として、インテルベースの、32bit あるいは 64bit の、CPU、それから ARM、二つの、種類の CPU のターゲットが存在します。で、インテル向けには Windows 8という OS がリリースされています。で、同時続けで ARM 向けには Windows RT という、オペレーティングシステムがリリースされています。で、この2つをまとめて通称 Windows 8と言ってたりするわけですよね。ですので、そもそも、一体どの OS の話をしているのかというのがわかりにくい。ですから、まず、インテル向けの話、CPU の話をしているのか、あるいは ARM 向けの CPU の話をしているのか、全く異なるアーキテクチャなんだけれども、ウェブサイトを見てみると、単なるタブレットは RT なのか、それともタブレットはインテルなのか、あるいはデスクトップだったらイコールインテルなのか、非常に境界線が曖昧であるというのが皆さんが感じた一番最初の問題かと思います。で、この Windows 8向け、インテル CPU で提供されている Windows 8では、Win32、従来、まあ、これ Windows 95からずっとある、まあ、NT からずっとある Windows 32、Win32 API の、環境が提供されています。これとは別に Windows RT、それから、まあ、Windows 8を含めてですけれども、Windows Runtime という、全く Windows、Win32 API とは異なる API レイヤーが存在します。Windows Runtime というランタイムの上、実行環境の上で動くアプリケーションのことを通称 Windows Store アプリと呼びます。で、Win32 API で動くアプリケーションのことを通常デスクトップアプリケーションと言います。で、さらに問題をややこしくしているのは、Surface というデバイスがありますけれども、マイクロソフトさんの場合には、ARM 向けの CPU で動いている Windows RT 向けのデスクトップアプリケーションをリリースしていたりします。これはマイクロソフト、それから Dell だったり、まあそういったハードウェアベンダーさんのみが可能な方法です。で、皆さんはこれはできません、基本的に。ただまあ、その Windows を見てしまうと、ARM 向けでもデスクトップアプリが動いていたり、こういった非常に
難解な組み合わせが発生しているので、さらにこの Windows 8って一体どんな OS なんだろうと考えた時に問題が分かりにくくなっているということがあろうかと思います。で、今ここの図では基本的に皆さんができることと言った方が早いと思いますけれども、皆さんは通常 ARM 向けにデスクトップアプリケーションを作ることはできませんので、あえて2つに分けてあります。デスクトップ向けのアプリケーションを作るのであれば、まあ、インテル向けの Windows 8の Win32 でアプリケーションを開発すると。ARM 向けにアプリケーションを開発するのであれば、Windows RT で、Windows Runtime で、Windows Store アプリを作ると。そういった全く2つのオペレーティングシステムが共存しているような状況です。はい。で、Windows Store アプリですけれども、今先一個手前のページでお話ししたように、全く異なるランタイムで動きますので、従来の Win32 向けのアプリケーションは動作しないと考えてください。動作しません。そもそも Win32 の API はないですし、皆さんが従来のバージョンの RAD Studio あるいは以前の Visual Studio で作成したアプリケーションは、Win32 向けのアプリケーションの実行形式ですので、これはそもそも動作しません。全く違うものになります。で、Windows Store アプリですけれども、その Store アプリという名前の通り、Windows Store からダウンロードして購入するといった形になります。基本的にアプリケーションの配布の方法は、Windows Store からダウンロードして購入するという、基本的にはこの方法一つになります。例外がないわけではないんですけれども、この後お話しします。で、この Windows Store からダウンロード、それから購入するために必要なプロセスですけれども、これは iOS 向けのアプリケーションを開発するプロセスに非常によく似ています。皆さんがアプリケーションを作成して、それを Microsoft の Store にアップロードすると、Microsoft の方で、まあ、機械的なチェックがかかって、不適切な API を使ってないのか、あるいは法律に違反したようなアプリケーションでないのかと、そういった簡単なチェックがかかった上でアプリケーションがサイトにアップロードされます。でも多くの皆さんは社内向けのアプリケーションを開発していたり、あるいはまあお客様向けに直接アプリケーションを作っていたり、こういった状況があるかと思います。で、この場合には Windows Store を通さないでアプリケーションを配布する方法というのも一応提供されています。必要条件としては Windows 8のエンタープライズ版を持っていること、それからドメインに参加している PC であることというのが必要条件です。この2つの条件を満たした場合に限って、お客様のシステムのシステム管理者の人が、このアプリケーションを、ドメインの中に入っている Windows 8マシンに配っていいよという形で、ドメイン管理者経由でアプリケーションを配布することができます。もちろん皆さん開発者ですから、いろいろとやり方はあります。例えば、Windows 8向けの、Windows Store 向けの開発者ライセンスを、取得することによって自分のデスクトップ向けにアプリケーションを作って配布すること、そういったことは可能です。ただし、Windows Store アプリケーション向けの開発者ライセンスは基本的に1ヶ月ごとに、無効になってしまいますので、期限切れになってしまいますので、この期限切れの期間を過ぎてしまうとアプリケーションは動かないと。あなたライセンスないよと。もう一回開発者ライセンスを取得してくださいという形になります。ちなみに、開発者ライセンスが期限切れだから、開発ライセンスを更新してくださいというような分かりやすいメッセージは出てきません。何らかの理由でこのアプリケーション動きませんというふうに言います。ですので、何らかの原因で今まで昨日まで動いてたんだけれども、動かなくなっちゃったと言ったら、まずそれを疑ってみてください。1ヶ月前に開発者ライセンスを更新したんだけども、更新し忘れてんじゃないかなと。それを疑っていただくと多分それが十中八九正解だと思います。で、Windows Store のアプリケーションですけれども、共通の手順を使用したアプリケーション間の連携、例えば検索であるとかシェアであるとか、こういった、基本的な操作に関して共通の手順というのを提供しています。それからもう一つ大きな特徴としてライブタイルと書いてありますけれども、アプリケーションを実行しなくてもアプリケーションのステータスをリアルタイムに表示する、そういった機能が提供されています。あともう一つ、面白いポイントとして、アプリケーションの販売であるとかトライアル、
こういった作業は非常に簡単に行える仕組みがあります。基本的に Windows Store アプリケーションの場合、皆さんがアプリケーションを作成して Microsoft のストアにアップロードすると、ライセンスを持っている、あるいは購入した、あるいは無料であれば誰でもいいわけですけれども、有料のアプリケーションの場合、ユーザーがすでにアプリケーションをダウンロードしたということは、すなわちライセンスの問題は解決しているというふうに考えることができます。ですから皆さんはライセンスチェックとかそういったコードは書かないで単にアプリケーションのロジックだけ書いておけばいいと。で、トライアルの方法も提供されています。例えば7日間のトライアルをやりたいのか、14日間のトライアルをやりたいのかと。アプリケーションをアップロードするときに自分は7日間の無料トライアルをやりたい。そういうような属性を設定しておくと、アプリケーションが実行できているイコール、トライアル期間またはアプリケーションのが正式に購入していると。まあそういった状況がわかります。また、アプリケーションのプロパティの一つとして、is トライアルと、そういったまあプロパティが提供されていますので、トライアル版は機能縮小版を作りたい。まあそういった場合にも、今現在トライアル版なんだな、そういったことが簡単にわかると。皆さんが基本的にアプリケーションのコードを書いていただく必要はありません。というのが非常にまあ簡単な Windows Store アプリケーションの特徴であります。で、ここで一つ考えなければいけないのは、じゃあ一体この Windows Store アプリケーションを配布できるターゲットは今日今時点で一体何台あるのかという問題があります。先ほど言ったように Windows 8は6週間前にリリースされたばかりです。で、まあ先ほど言ったように多分 1% とか 2% もう少しあるかもしれませんけれども、数パーセントの PC のうち、総 PC のうち数パーセントしか今日現時点では対応してないという状況がまあ現実です。で、まあ実際これは毎月毎月、あるいは毎年、年を追うごとにどんどんマーケットは広がっていくわけですけれども、今日時点ではまあそれぐらいのマーケットを考えているというふうに、考える必要があろうかと思います。で、もちろんこれは逆に考えると、先行者利益という言い方もありますので、まだ競合相手がいないうちにアプリケーションを作ると、まあそういった戦略をとっても構わないかもしれません。はい。デスクトップアプリの方ですけれども、全く逆で、Windows RT、それから ARM の環境では動作しません。あくまでも Windows 8、それから Intel の環境で動作します。で、アプリケーションの立場からすると、Windows 7向けに動いているアプリケーションは基本的にそのまま Windows 8で動くと考えて、まあほぼ動くと考えて構いません。いくつか例外があります。例えばデータベースドライバーだったり、例えば MS SQL にアクセスしたい、それから他のデータベースにアクセスしたいと、そういった状況の時に、データベースベンダーによっては Windows 8がクライアントの時にはこのドライバーを使ってくださいという専用のドライバーを配布している場合があります。ですから、アプリケーションが、特にデータベースにアクセスするときに、自分が使っているアプリケーションの、特にデータベースですね。データベースアクセスの部分で、Windows 8専用のドライバーがあるのかないのか、ここは確認しておいた方がよろしいかと思います。で、アプリケーションの開発はあくまでも Win32 の API を使って、できますので、VCL でアプリケーションを作る、FireMonkey でアプリケーションを作る、必要なアプリケーションを作成して、インストーラーを使ってお客様に提供する。基本的なステップは全く一緒です。さて、タブレットタッチに対応するには、じゃあどういったことを考えなければいけないのかという話に移っていきたいと思います。冒頭お話ししましたように、現時点で Windows 8対応の PC、その半数以上がタッチに対応していると、だいたい言われています。で、この状況は、まあ、今後またタッチ対応のデバイスの割合というのはどんどん増えてくるかと思います。で、じゃあタッチ対応にするには一体どういうことを考えなければいけないのかと。今までのキーボードとマウスがある環境とタッチ向けの環境で一体何が違うのかと。ということをちょっと考えてみたいと思います。まず、非常に重要な話ですけれども、今までのデスクトップアプリ向けの環境をタブレット向けに持っていきさえすれば動くのかというと、動かないと考えた方、まあもちろん動くんですけれども、非常に使いにくいと考えた方がよろしいかと思います。なぜならば、まず、キーボードを持ってない可能性が非常に高い。もちろんキーボードはあっても構わないんですけれども、キーボードを持ってる人、それから持ってない人の2つのパターンの人が存在するというのが大きな問題です。で、同じようにキーボードだけではなく、
マウスを持ってる人、持ってない人、それからマウスの代わりにペンを持ってる人といった形で、入力のデバイスの方法がマウスであり、指であり、ペンでありと、3種類のポインティングデバイスが存在すると。その上に、キーボードが存在する、存在しないと、ほとんど、テスト条件みたいなマトリックスになりますけれども、非常に多くのパターンが発生するということをまず、認識しておく必要があります。それから、細かい UI を選択することは非常に難しいです。皆さんお手元に、皆さんお持ちのデスクトップ PC にはもちろんキーボードがついているわけですけれども、このキーボードは通常19ミリぐらい、17ミリあるいは19ミリぐらいのピッチがあると思います。キーボードはもちろん凹凸があるわけですね。凹凸があってブラインドタッチができるような環境であっても19ミリから20ミリぐらい離れているわけですね。で、これを全く凹凸のないタッチデバイスで19ミリ、20ミリより細かい UI を作ってしまうと、そもそもきちっと選択できない可能性があるというのを考えておく必要があります。で、実際のアプリケーションを開発する際に、その重要な選択肢、例えば失敗しては、間違ってはいけないような選択肢であれば、まあ重要であればあるほど大きなボタンであったり、そういったものを表示する必要があります。逆に、例えばレビュー用の星3つなのか、星4つなのか、5つなのか、こういった間違っても構わない、間違ったら選択し直せばいいような UI は、例えば10ミリぐらいの大きさの UI にしてしまっても構わないでしょう。重要なのかそうでないのかということをベースに必要な大きさの UI を作っていく必要があります。それから、まあ、ユースケース、シナリオを単純にするというふうに書きましたけれども、皆さん、携帯で、E メールを書くとき、それから、デスクトップで E メールを書くとき、多分、書いているメールの長さが相当違うかもと思います。例えば、私はよく2ページ、3ページぐらいのメールを書くことがあるわけですけれども、もちろん、携帯でメールを書くときには、だいたい1行で済ますわけですね。要は、書きたくないわけですよ、たくさん。ですから、アプリケーションを書くときに、タッチであればある、タッチのデバイスを使っている場合には、あまりたくさんのことはしたくないわけですね。まあもちろん今日本には携帯で小説を書く方がいらっしゃいますので、まあそういう方はタッチデバイスでも何でもやるんでしょうけれども、ほとんどの方はタッチの環境であれば、あまり入力作業はしたくないというふうに考えてよろしいかと思います。それからタッチの、Windows、通常の Windows のアプリケーションの場合には、メインウィンドウがあって、その上に階層化されたメニューが表示されています。で、階層化されたメニューの特定のポイントを直接選択することができるわけですね、デスクトップでは。でも、先ほど言ったように重要な UI は大きくしなければいけない。ということは、あまり大きな階層を作ってしまうと、そもそもメニューを選択するだけで3つ4つの画面を遷移していかなければいけないという問題が発生します。つまり、タッチ向けのアプリケーションを構築する際には、とにかくユースケース、それからシナリオを単純にするということを、重要視する必要があろうかと思います。今現在、マイクロソフトさんの方では、Windows 8向けのアプリケーションを開発したいという開発者向けに、いろいろなセミナーをやってますけれども、ここでも、とにかくシナリオを少なくしろと。大体一つのタッチアプリケーションで3つ以上のすることを、3つ以上の仕事をすることを考えるなと。そういうことをよく、おっしゃっています。逆に3つ以上の機能をアプリケーションに組み込んでしまうと UI が収まりきらないわけですね。それから、ヘルプドキュメントを見なくても良い。私はドキュメントマネージャーなのでヘルプを見なくてもいい UI を設計するというのは非常に話をしてて微妙なんですけれども、通常まあデスクトップと違って画面1枚しかありませんから、ヘルプを見ないと使用できないようなアプリケーションというのはまあ失格であると考えてよろしいかと思います。特に今タッチ向け、それからスマートデバイス向けのアプリケーションに関しては、ヘルプを見なくても、いいような UI を設計すると、単純であること。それから、ボタンを押したとき何が発生するのかという、結果が予測できること。あ、間違えちゃったといったときに戻れること。ということを常に、意識する必要があります。で、Windows 8 Store 向けのデザインガイドは良い指針というふうに書きましたけれども、このタッチ向け、それからキーボードがあったり、いろいろなシナリオを考えて、デザインガイドが作られています。で、皆さんが Windows RT 向けの、Windows Runtime 向けのアプリケーションを書くか、あるいはデスクトップ向けのアプリケーションを書くか、
どちらをやるにしても、一度このストアアプリ系、ストアアプリ向けのデザインガイドというのは読んでおいて損はしないと思います。ここでは、その機能は、ユースケースは3つ以上ユースケースを用意するなと。まあそういったことが大きな画面、重要なものほど大きな画面を用意しなきゃいけない。こういったことがいろいろと議論されています。で、最終的に皆さんがどの API を使って、どのデバイス向けにアプリケーションを書くのか、これは皆さんの自由ですけれども、情報としてこれはぜひご覧いただいた方がよろしいかと思います。で、小さな要素は選択できないというふうに書きましたけれども、今こちら、Windows の Explorer を使って RAD Studio のフォルダーを表示した様子です。今画面の左の方にはツリービューがあって、画面の上の方にはリボンがあって、それからまあファイルの選択肢、ファイルがいろいろ載ってるわけですね。で、ファイルのリスト、右下のこのファイルのリストに関しては、アイコンのサイズを変えることで、まあ、タッチしやすいようなサイズにすることができます。ただ、左側にあるように、ツリービューであったり、それからリボンであったり、こういったものは、ちょっと選択しにくいなって、これ実際に Windows 8向けのタッチデバイスを使って、デスクトップモードに行っていただくとわかりますけれども、まあ、正直言って使いにくいです。で、実際に皆さん触っていただいて、どういう UI、例えばツリービューは使わない方がいいらしいなというのは、実際に試していただいた方がよろしいかと思います。実際に、先ほど私は、最低20ミリの大きさが必要だと言いました。まあ、これは指の大きさに依存しているわけですね。でも、ツリービューの要素を見ていただくと、大体ほぼ5ミリ間隔ぐらいで UI が選択されているわけですね。で、失敗してもいいかどうかというと、どのフォルダを選択して作業をするかという非常に重要な問題ですよね。失敗できないわけですね。まあもちろん選択し直せばいいわけですけれども、選択し直そうと思ってたらファイルをコピーしてしまった。そういうようなことも、私実際それをやって Windows を再インストールする羽目になりましたけれども、そういうことやりかねないわけですね。です。まあもちろん UAC があればそんなことはなかったわけですけれども、そういったことはあり得るので、実際に元に戻れること、実際にコピーする前に本当にコピーしていいの、そういったことを含めて元に戻れる、うまくいかない場合に元に戻れるというのは非常に重要です。それからまあもう一つ、小さな要素は選択できないということで、サンプルを持ってきました。これはマイクロソフトさんの Excel の例です。Excel ですけれども、Windows 8と同時に Office 2013というのがリリースされています。これは Surface などのタブレット向けのデバイスでも提供されているアプリケーションです。で、この Office では何を考えたかというと、タッチモードという選択肢を用意しました。で、タッチモードを選択すると画面が少し大きくなる。タッチ向けなのか、あるいはデスクと、マウスを持っているのかによって、アプリケーションの UI のサイズを少し変えてあげるという試みをしています。一つ問題があるとすると、このタッチモードを選択するためのボタンが非常に小さいというのは問題なかった。私だったら多分もっと大きな選択肢を作ったと思うんですけれども、まあそういったことを、まあなかなかよく考えてはいるんですけれども、やっぱりいまいちまだ絞りきれてないのか、まだ迷いがあるのかなという気はいたします。で、もう一つ大きな問題として、画面の大きさが大きく異なるデバイスがいろいろ存在するというのが一つ大きなチャレンジです。このデバイス一つ取ってみても、横向きだったり、あるいは縦向きだったりあるわけですね。それから、会社に戻ってデスクトップの環境に行くと24インチのモニターがあったりするわけですね。そうするとそもそも提供されている画面の大きさが実行環境によって大きく異なるという問題がございます。例えば横向きだったり縦向きだったり、それから画面が大きな画面だったりという形になります。今まで皆さんがデスクトップ向けのアプリケーションを作成していたときには、大きなウィンドウがあって、この中にメインメニューがあってと、で、実際の UI があってという形で、アプリケーションを作ってたと思うので、画面が大きければ大きいでいいじゃんと。ちっちゃければちっちゃいで、それなりにメインメニューが折り返しになるだけだから、別にその辺は吉野にやってくれるよということだったわけですけれども、タッチ向けにアプリケーションを開発するのに、例えばこの左側のこの部分だけに UI があって、右側は真っさらというのはちょっともったいないですよね。あるいは逆に大きな画面を前提に24インチの開発環境で開発してるからと言って24インチの画面を前提にしたアプリケーションを作って、それをユーザーがこの大きさの画面で使ったらどうなるのか。
そしたらもしかしたら必要な選択肢は表示されてないかもしれないという問題があります。